では両チームのメンバーです。まずはホームの FC 町田ゼルビアです。前節熊本戦から2人のスタメン変更、ゴールキーパー福井、鈴木純也、チャンミンギュ、今日は池田が2試合ぶりスタメン戻りました。右ワイドバスケスバイロン、左太田光介、宇野善斗と下田の中盤のセンター、今日は平川3試合ぶりのスタメンに入って高橋大吾とツーシャドウ、最前線に荒木俊太、こんな並びを予想しました。一方のアウェーの金沢のメンバーです。こちらも前節から2人のスタメン変更です。ゴールキーパー今日は今シーズン3試合目中野小次郎、小島正也、庄司、山本、そして今日は長峰左サイドバックに入りました。奥田、勝浦、藤村、加藤純也の中盤、そして前線には杉浦と林の2トップです。自分が出ていると、チームのギアを上げることができる、違いを生み出すことができる、そのあたりについては自信を持っていると高橋大吾は言っています。自分の良さが出たゲームだったと熊本戦を振り返ってくれました。ダイレクトのクロス、中流れてきた、これクロスがディフレクションあって流れましたが、鋭く反応した平川、押し込んだボールは左のポストに当たってインゴールへ。早速 J2 今シーズンの優勝チーム町田がゲームを動かしました。開始3分先制、こっからですよね。このサイドチェンジからバスケスバイロンがこう勝負するのかなと思ったんですけど、立ち上がりっていうこともあって、ね、一回後ろに下げて、このクロスはおそらく狙いとは違ったと思うんですけど、うまくね最終的には平川が詰めましたよね。あとはこのポストに当たって入る。さあ開始早々にゲームが動きましたけれども、前半この後は清水さん、どんなところ注目してご覧になっていきますか。なんとなく今ゲームここもそうですけど、内容を見てると町田の勢いがね完全に金沢を圧倒してるような感じなんで、荒木、平川、ポケット入って平川、おお、取れた、あわやというシーンでしたが、ここはなんとかしのぎました金沢です。いや、プレー内容も含めてちょっと金沢の方はね、失点したくないですね、これ以上。そうですね、それをある意味まっすぐに今シーズン徹底してきたというのは、だから強いんだというのは敵将から何度も聞かれてきたコメントでした。平川落として、さあ後ろからサポート、下田が上がっていきます。バスケスバイロン中を見て切り返す、右足でのクロス、ファーサイドから入ってきた、太田がゴール前に入ってきました。ここのクロスに対してのゴール前の迫力ですね。さあニアへ抜けてきた、から杉浦も入っていました。セカンド拾って小島、小島のミドル、宇野に当たってコーナーキックに変わります。あと相手ボールになって失ってもゴールキーパーに、ね、しっかりプレッシャーかけて、またもう一回マイボールっていうような、はい、非常にいいプレーが見れましたね、連続して。さあノーファルで取り返した町田、高橋大吾飛ばして平川、平川バスケスバイロン入ってきた、切り返す、あーっと倒れてノーホイッスル、バスケスバイロン倒れましたがノーホイッスル。マイボールにできなくてもこれでなんかこう町田の流れ継続ですもんね。荒木抜かせて中野、決してエレガントな流れではなくてもこうやってフィニッシュまで持っていけてしまいます町田です。大谷から左じゃないですか。さあ左から入ってきた加藤純也、加藤純也いいとこ通った、梶浦、ここはボックス内迫力出しましたね。いやー惜しかったですね、加藤シュート打っても面白いような場面でしたけど、はい、よく中央のフリーの選手見てましたね、後半アディショナルタイムに入っています。追加タイム4分の表示です。単純に上げても難しいと思うんで工夫があると面白いですけど、転がしてきた、藤井カメラ、梶浦のダイレクトのシュート、いいアイデアでしたね、身長2メートルの中野小次郎上がってきました、キーパーです。さあ目安の4分台に今入りました、中野が入ってきた、その中野が合わせていきました。いや最終的に中野ヘディングしましたよね、今。そしてここで長い笛、タイムアップのホイッスル、 FC 町田ゼルビア2023シーズン
J2 リーグの優勝チーム、今シーズン最後のホームゲームで既に決まっているその優勝勝利で花を添えました。さあそして清水さん、最高の瞬間がやってきそうですね。そうですね、どんどんチームでもねこの瞬間っていうのは最高ですよね、さあシャーレ上げの瞬間が近づいてまいりました。そして連続8シーズン目、今シーズンついに悲願の J1 昇格、そして J2 優勝を成し遂げました。